どうも、健太です。はい、今回はですね、なんとなんと僕が昨日の夜から寝れなかったんですけど、ワクワクで本当に超緊張してるんですが、今回こちらにお邪魔することになりました。ドン。はい、制限金沢さんのクラブハウスでございます。見えてるかな？見えてるな。はい、安原ですね。安原スポーツ競技広場です。いつも練習してるところです。いやー、緊張しますね。今回はですね、ちょっと今回のインターンシップの件でですね、すごく重要人物がいるので、そちらの方にですね、ちょっとインタビューさせていただくことになっております。ちょっと緊張しますが頑張っていきたいと思います。チョウ。チョウ、 AC リベアサッカースクールの健太です。チョウ。いいですね、素晴らしい。はい、今回はですね、なんと僕が夢のですね、制限金沢さんの、クラブハウスの方にお邪魔することになりました。素晴らしい、ありがとうございます。お招きいただきましてありがとうございます。はい、で、隣にいらっしゃる方が、制限金沢の、アシスタントコーチで、はい、そんなことを言っときながらも、本当に、もう制限金沢の柳下監督の隣で、もうがっつり副指揮官みたいなことをされてる赤のコーチにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっとね、緊張されてるはい。で、今回はですね、まあ、一応動画撮っていくんですけども、まあ、赤のコーチがちょっと恥ずかしがり屋なので、まあ、途中から多分静止画になりますけど、静止画にして、僕がま、喋って、まあ、お二人でね、対談させていただくっていうところをですね、撮らせてもらって、それを編集して感じになっております。で、結構ね、聞きづらいこともあると思うんですけど、まあ、ぜひね、答えていただければと思いますし、多分ま、みんな知りたいことも、聞いていくので、またよかったら、見ていただければなと思います。いい動画だなと思ったらですね、広めてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、ここから多分静止画になると思うんで、最後の笑顔だけお願いしていいですか。もう一回だけお願いします。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ、ここから、話していきたいですね。じゃあですね、何個か聞きたいことを今メモってきましたんで、よかったらですね、それに答えていただきたいんですけど、はい、じゃあまずですね、赤野さんの来歴。はい、赤野さんどういった、今何歳ですか？今29になりました。29。何月生まれですか？12月。あ、じゃあ11日。昨日です。昨日。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですか、知らなかったです。あ、そうなんです。僕、3月なんで、多分同い年です。同級生。同い年でこんな、ね、現場で活躍されてる方が、誇らしいと言いますか。で、出身どちらですか？千葉県です。あ、千葉県なんですね。千葉県どちらですか？千葉の、高校は八千代高校を出て、はい、大学に一体大に進んで、はい、その後、筑波の大学院に行って、金沢で仕事を始めた。大学院の1年の時は、鹿島アントラーズ筑波のスクールコーチやって、2年生の時には、埼玉にある平成国際大学っていうところでサッカー部のコーチしながら、筑波帰ってって感じでやってました。千葉だったら、あれですか、鹿島レイソルですか？見に行ってました？見に行ったのは、まあ、レイソルの方が近いんで、多いですね。ジェフよりかはレイソルとか。そうなんですね。あ、そんな感じの来歴をお持ちだったんですね。なるほど。じゃあ次行きたいんですけど、じゃあ制限金沢とはどういうあれで出会われたというか。そうですね、まあそれ先ほど言ったように小井戸さんが絡んでくるんですけど、まあ、プロのところで仕事したいっていうので、はい、まあ、小井戸さん経由して履歴書を送って、それで金沢も当時 J3 から J2 に上がる年で、あ、いつ入られました？2015年です。あ、2015年、だいぶ本当4年ぐらい。そうです、5年経ちましたね。はあ。で、分析の人入れようかとか、そういうことできる人入れようかっていうのが、うん、ちょうどタイミングよく本当に入れたっていう感じです。でもそっからも結構ずっとな、じゃあ結構長いんですね、金沢。そうです、もう5年経ったので。結構ここをよく出没するとかあります？いやー、なかなか外出歩かないんですけど、はい、最近行けてないんですけど、釣り好きで、ノートに釣り船予約して、はい、ブリとか釣りに行ってます。ブリって、海出なきゃ僕釣れないイメージだった。マジっすか？海出て、はい、大海原出て。そうです、そうです。つまりだから能登に行けば赤野さんに会えるかもしれない、ね、かもしれないです。めっちゃ確率低いけど。あ、そうなんですね。でもこれ土日やっぱ休みないじゃないですか。ないですね、平日仕事。赤野さんに会いたい時は火曜日に能登に行ってください。能登の海。そう。なるほどね。じゃあ次ですね、まあ、制限金沢でやられてることの、まあ、何て言うんですかね、まあ、どんなことやられてるかってちょっとお話しいただければ。メインは相手の分析です。相手の試合を、まあ、見て、データを見て、
こういうチームですよっていうのを監督と選手と伝えてます、うん、データってどこのやつ見られてるんですか？今年2019年まではデータスタジアムさんって日本の会社と契約してやってました、うんうんうん、で、来期はまたちょっと移行して、他のところに移行するんですけど。データはそんな感じのやつ。そうですね。で、試合の映像とかを分析して切り取ってみたいな。あ、そうです。で、ミーティング映像まで作って、ミーティングをして。試合何試合くらい見られるんですか？例えば、日曜日に試合があった時って、どういったスケジュールですか？その1週間。日曜に試合だと、まず、前の週の月曜日が、リカバーですよね。そうですね。で、火曜日がオフ。で、水曜から土曜まで練習して、日曜試合なんですけど、大体、日曜、前の週の日曜日に、ある程度相手の試合も見てあって、リカバーの日に、リカバーの日、オフの日、あとは1日目、練習の1日目までに試合を見終えて、うんうんうん、2日目までにミーティング映像を作って、水曜日ぐらいで水曜日で監督とすり合わせして、で2日前、試合の2日前金曜日にミーティングして、で大体その時に紅白戦戦術的なボリュームあるんで、やっぱ B チームっていうか控えチームを相手に見立てるって感じですか？そうですね、まあ時と場合によります。普通にもゲーム流してやる時もあるし、ヤンツーさん監督が止めながら相手こうだからってそのスタートじゃないメンバーを動かしてやるときもある。そっちの方が多いですね。結構忙しいっすね。まあそうですね。一応試合やって、でリカバリーして、もうその時にもずっと試合見てるみたいな感じですよね。多分まあそうですね。でも休みもうまく取らないと体持たないので、まあそうですね、はい、やってますね。なるほど。1、2年目までは本当休みなく働いてたんですけど、ああ休みなくというかもうそうじゃないと作業追いつかなかったんですけど、ああその前に死ぬなと思って3年目以降、はい、4年目とかはやっぱ休みも大事だなと思って取るようにはしてます。なるほどね。かなりきつい現場乗り越えてきたというきついって言ったらあれだけどそこら辺結構やっぱ知りたい人多分多いと思うんで、まあ、今回のね、取材の至った経緯としては、まあ、アナリスト募集のあれですけど、まあ、多分そういった、ね、実際どんな感じなんだろうみたいな、うん、意外と知られてなかったりするんで、そうですね、まあ、僕ら一般人なら全然知らないんで、分析ソフトってどんなものを使われてますか？分析のソフト自体は、それこそフットボールアナライザー、データスタジアムさんが、ご提供。契約してたんで、うん、そのフットボールアナライザー、あ、もう専用ソフトがあるわけですか。最終的にはもう編集ソフトに入れてやるんですけど、なるほど。でそれがまあなんていうんですかね、効率悪いな、編集ソフトでずっと映像を見てくってなんか効率悪いんで、はい、来期はそこを変えたくてちょっと会社の方を移行します。まあその分析する結果がまあ出たとしまして、はい、でそれをどういうふうに選手に伝えるのかっていうのをちょっと知りたいんですけど、まあ、さっき言ったちょっとミーティングっていう部分をおっしゃったと思うんですけど、はい、まあ、映像を見るだけなのか、また他にまか、まあ、制限として独自にやってることがあるのか。ヤンツーさんの、はい、要望で、オフ明けの日に、はい、もうポスターを貼り出してポスターで、そこに相手の、はい、メンバーと配置と、あとはここ3節、あ、2節分のメンバー配置、あと交代選手をしたお、はい、っていうのと、あとはそれぞれ4局面っていうのは攻撃守備ネガトラポストネガトラポストラですね。そこまで、あとはセットプレーのキッカー、はい、ターゲット、ロングスロー投げる人いればロングスローとか、そういうちょこっと足して1枚のポスター作ってバンと貼り出して、監督がオフ明けみんなの前でメンバーと特徴を覚えとけ。なるほどね。で、まあ、1週間相手を想定してしっかりトレーニングをできるように。楽しそうですけど、結構やってるね。そう、用意する側としては結構。まあ、オフ明けのところでもう、
ポスター作るってなると、まあ、でも皆さん多分やってると思うんで。あ、そうなんですか。そのポスター作るのは別ですよ。でもおふざけにも相手のことをちゃんと把握してるっていうのはどの分析の方たちもやってると思う、はあ、ポスターはもうどこに貼るんですか。なんか一応クラブハウス僕も、はい、今回初めて入らせていただいてもうワクワクで昨日から眠れなかったんですけど どこの辺に貼るんですか。選手の控え室出てすぐの廊下に貼り出します。そこにホワイトボード選手出たらもう絶対目に入るんですよ。そうです、そうです。もう反強制的に見せられるわけですね。ああ、でもまあ仕事ですからね。なるほどね。あとはそこに、はい、前節の自分たち、あと前節の次の対戦相手の、うん、メンバーとかデータも出してちょっとパパって買ったりして。あ、選手ってそういうのどこまで見てるんですか。まあ強制してないんで、はい、正直どこまで見てるかっていうのは分かんないですけど、でも顔、名前、あとポジションは覚えろって絶対言ってるんで、はい、そこはまあ、見てるであろうと思います。特にベテランの選手なんかは気にして、僕が立ち止まって、ポスター眺めて、あ、こういう感じなんだとか、あと知ってる選手いなかったら、あの選手って何やってんのとか、怪我なのなんかも聞いてきます。もうなんかもう、マカロンさんが思う、もうこの選手はめっちゃ見るみたいな。勉強熱心だよな、この人っていう人はいますか？熱心。っていうと、まあ、みんなそれぞれうちの選手真面目で熱心だと思うんですけど、はい、キャプテンヒロさんとかサクさんとか、まあ、ユートさんもそうだし、うん、ベテランの選手はすごくこう自分のプレーだけじゃなくて相手のことに情報を入れとくとか、あ、まあ、なんか気使っていただいてるなというか、ね、どうですか気使ってというか、はい、まあ、俺の仕事のところもこう見てくれてるな。いろんな方に励まされてやってるわけですね。桜さんの方が励まされる。まあでも真面目に見てくれてます。ああ、そうなんですね。ああ、一回こう、なかなかこういうことって本当聞けないんで、みんな見てくれてる。素晴らしい。だから、うん、制限の選手、本当なんか迷いがないなと思う時は結構多いんで、試合中。そういったところが来てるところですね。じゃあそれをトレーニングではどういうふうに落とし込みますか。どういうふうなトレーニング、まあ言えるところまででいいです、うん、はい、まあ基本監督がトレーニングをやるんですけど、はい、あ、柳下監督がメニュー作るってことですか。そうです。あ、ヤンスそうなんですね。まあその意見を聞いてくれたりもしますけど、はい、ヤンスさんがメニュー作るん でそこに相手のエッセンスももちろん入れながら、で自分たちがどうしていこうっていうのを監督が考えて、そう、僕やコーチの方がメニュー作って、柳下監督が総括みたいなのをされてるのかなと思ったんですけど、違うんですね。まあ、ヤンスさんがメインで、明日こういうことやりたいか、どこ取れそうとか、その攻撃だったら、どういうとこを狙っていけそうっていうのを聞かれて、で、僕がこういうとこどうですかって映像を見せながらやったりして、あ、じゃあ、ちょっと明日のトレーニングは、そこをポイントにしようかとか、そういうのはあります。でも本当コミュニケーション大事ですね。もう僕らみたいな本当、まあ、ちっちゃいクラブチームとかだったらもう全部自分たちでやんなきゃいけなくて、うん、相手のチームの分析で多分中学年代とかだったらもう本当にやるところ本当少ないと思うんですけど、プロになってくるとやっぱそこら辺も分担してやってるって感じです。そうですね、相手の情報なく試合臨むってもう怖いそうっすよね。怖いそうっすよね。何が起きてますしねそうですよね、やっぱプロだなこういったところ。映像はそもそも集められないですね。ないっす、もうないですもん、相手の映像。でも、昔やったことあるのはもうほんとなんか、あの、北陸大学の芝生あるじゃないですか、はい、とか。あそこ、あの、で試合されてるチームが、練習試合があるっていうのをちょっと僕ネットで調べて、はいはい、で、練習試合するってなった時に、あの、あそこってめっちゃ丘あるじゃないですか。はい、住宅街がある、はい。丘が上にあるんですよね。で、丘あって、で、ここにグラウンドがあるんですけど、はい、ここをむっちゃ登って、上からこう、取ってやってたって印象はありますけど、めっちゃ寒い中4月の時か、ほんと前半はまだ寒かったんですけど。なるほど、まあ、トレーニングはもうほんとヤンツー監督がやられてるってことです。そうです、ヤンツーって呼んじゃったけど大丈夫かな。ヤンツーさん、ヤンツーさんやっぱもう選手とかコーチとかもヤンツーさんって呼んでるんですか。そうですね。あ、そう、ヤンツーさん選手もヤンツーさんって呼んで、選手もヤンツーさんって呼んでます。何した監督ってどんな方ですか。ヤンツーさんは怒ったらめっちゃ怖そうって印象しかないんですけど、まあ、サッカーだけ見てる方はそういう印象かもしれないですけど、なんかすごく気さくです。あ、そうなんだ。まあお酒とか入ったらよく喋るし
まあそのピリピリやっぱシーズン中ってみんなするじゃないですか、うん、そういうのはもちろん当然ありますけど、はい、でも普通にこうコミュニケーションも取りやすいですし、うん、こう拒絶というか僕を受け入れないみたいなのは全くないので、まあ、本人もその年を重ねたからってことは言ってます。あら10年前だったら切れてるから最近だいぶ落ちてきたてか許せなくなってきたからです。1000人になってきたからです。あーなるほどね。これ使っていいのかな、ぜひ使いたいけどな。なるほど。じゃあ、まあ、例えば逆に分析に対しての監督からこういったもっとこういうことをしてほしいみたいな注文ってありましたか？1年目はやっぱ僕と安さんの中でもそこまでこうなんていうんですかね、コミュニケーションも取り切れてなかったんで、はい、もっとこういう映像を貸してくれとか相手のこういうとこを見てほしいとかは言われました、ね、でだんだんもう安さん3年目なんで3年目終わったことなんで、うん、今年に関してはまあ、ある程度、ヤンツさんのその目線と僕の目線を合わせるところも、まあ、1年目に比べればできてきたんで、徐々にその要求とかは減っていきました。僕がヤンツさんに合わせなきゃいけないんで、そこは意識して。なんかヤンツ監督はもうここを見るみたいなのってあります？なんかもう絶対ここは絶対にもめっちゃ重視して見てるみたいな。そうですね。言えたらでいいです。無理やったらカットすればいいんです。あります、あります。もちろん。こだわりはあるんで。守備のとことか守備、自分たちがどう守備をしていくかっていうのは、うん、どうやったら奪えるか、なるほど、それをどう攻撃につなげていけるか。今までもうこの、ね、今シーズン2019シーズンやってきて、まあ本当、まあそれ以外のシーズンでもいいんですけど、もう5年とかやられてて、今、ヤンツ監督とはまあ3年やられてるところなんで、もうこのチームめっちゃ難しかったとかってあります？難しかった、ね。逆に逆に簡単って言ったらまああれかもしれないですけど、このチームは、まあ別に簡単、俺にとっちゃ簡単だったみたいな、めっちゃ難しかった、もう全然分かんなかったみたいな。まあ印象にあるのは、今年の伊藤ホーリーホーク、はい、あと去年の町田とか、やっぱり、まあ、言ったら僕たちもそうですけど、予算以上の結果を出すっていうのは、選手のパフォーマンスもそうだし、うん、チーム全体が高いレベルで仕事をしなきゃいけないじゃないですか。そうですね。で、そういったチームはやっぱグラウンドでの立ち振る舞い含めて非常に完成度高いの で当然昇格するチームなんかは非常に完成度高いし、うん、だったら、ま、水戸オリホークス、まあ、負けたっていうのもありますけどね。水戸はこう見ながらどうやって点取れるかなっていうのはすごく悩みました。そうなんですね。442ですね、町田も水戸も。442っていうのって結構ヤンツー監督ももうほんとずっとやられてることだと思うんですけど、はい、やっぱなんかこだわりってあるんですよね。監督がですか？監督もそうですし、赤野さんから見て、いや僕は別にそのシステムのこだわりなんかはないです、はい、そのヨーロッパの試合とか見ますけど、いろんなチーム見てるんで、うん、赤野さん別にそんなことはないけど、全く。じゃあ442が絶対かっていうと、それも絶対とは思わないですし。結構参考にされてるチームとかってありますか？海外でも日本でもいいですけど、まあ、でも、いっぱい見ますよ、うん、こだわりなく、本当に手当たり次第いろいろ。そんな顔になってきましたけど、どこがいいとかってありますか？でもプレミアはやっぱ全体的に、はい、好きですね。プレミアリーグはさっきも言いましたけど、予算以上とか前評判以上の結果を出しているチームは見ます。今年の今ドイツの首位のチーム、あーメルヘン・グラトバック、そう、メルヘン・グラトバ見られてるんですね。ライプツヒも見てましたし、見てますし、めっちゃ見てませんか？すごい、まあ、暇あったら、うん、その J リーグだけ見ててもどうなんだろうって思うんで、海外の映像もいっぱい見ます。なるほど、まあ、好きなんでね。まあそうですね。あとインテルとか今年だったら、監督変わってなんで良くなったんだろうとか。あとはサーティは好きなんで、ユベントスとか、去年のチェルシーとか。ああ、なるほど。結構参考に、じゃあ参考にされてる、なんかこう、なんていうかな。まあ、この分析の人とか、なんか結構他の、結構記事書いてる方いらっしゃるじゃないですか。はい。そういうのってどうですか？特定の人、もう見たりはしないですけど、でも今だとあのゆうきさんって、ああゆうきこうへいさんですか、はい、は本読んだりとか、フットグリスターは
見ます。確かにね。めっちゃ見ます。僕もめっちゃ見る。もう結構時間かかりますけどね。書籍は買って。ステマじゃないです。わかりました。YouTube 見てるじゃないですか。めっちゃステマってことも知ってるじゃないですか。なるほどね。ありがとうございます。なるほど。